結婚相手から念力で部屋の中に入るように言われた面識のない男性宅に勝手に侵入した女を逮捕念力で入るように言われたとの理由で他人の部屋に侵入したとして女が逮捕されました住居侵入の現行犯で逮捕されたのは40代の女です 警察によりますと29日夕方北海道函館市の共同住宅で入居者でない女が留守のはずの部屋に入っていったと目撃者から110番通報がありましたその後この部屋に住む40代の男性が帰宅したところ鍵をかけていなかった玄関ドアに鍵がかかっていました駆けつけた警察官が確認のため鍵のかかっていなかった窓から部屋に入ると玄関にいた女を発見その場で逮捕しました 調べに対し女は結婚相手からその部屋に入るように言われた、念力で部屋の中に入るように言われたなどと意味不明な供述をしているということです。被害者の男性は女と面識がなく、警察は侵入した理由など当時の状況を調べています。